こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。少し前の話だが、第一戦のベトナム戦で日本サッカーの歴史の一部を見たので紹介したい。何かありましたっけ？トルシエ監督だ。ああ、トルシエ監督は以前日本代表監督でしたね。その監督が率いるベトナムと今の日本代表が勝負した。これは歴史ですよね。そうだ。しかしそれと別なところに日本サッカーの歴史を感じてしまった。トルシエ監督と七海日本代表コーチだ。そういえば試合後に抱擁していた写真がありましたね。何か感じたんですか？二人は一時期犬猿の仲になっていたんだ。そうなんですか？一体二人に何があったんですか？結構有名な話だが、霊夢のように知らない方もいると思うので今回はそのあたりを話していくぜ。よろしくお願いします。七海ひろしは当時 J リーグのジュビロ磐田でプレーをしていた。1995年から A 代表入りしていたんだ。1998年フランスワールドカップにも選出され出場も果たした。その年のワールドカップ後にトルシエが日本代表監督に就任した。七海はトルシエ監督になっても代表に招集されたが、ある転機が訪れる。何があったんですか？1999年6月に開催されたコパアメリカだ。コパアメリカは、南米サッカー連盟が主催する、世界で最も古いナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会だ。この大会で、初めて北中米カリブ海サッカー連盟以外からゲスト国が選定され、アジアサッカー連盟から日本が招待されたんだ。そのコパアメリカでゲームメーカーの役割を与えられたのが、七海だったんだ。日本代表はグループリーグでパラグアイ代表、ペルー代表、ボリビア代表と同組になった。七海はチームプレーよりも、この力による状況打開を試みたが、孤軍奮闘も空回りばかりだった。3試合で1分け2敗、3得点8失点、でグループリーグ敗退と結果の面では散々なものになった。大会後、トルシエ監督は七海を、一生リーダーになれないタイプ、と批判したんだ。こんなこと監督に言われていたんですね。さすがにこれは言い過ぎだと思ったよ。七海自身もショックだったと思う。そして両者は大きなしこりを残してたもとを分かったんだ。七海はコパアメリカ後にイタリアのベネチアに移籍していた。ベネチアは前年まで中心選手であったアルバロ・レコバが移籍し、その穴を埋めるべく左利きの攻撃的選手を求めていた。その後釜として当時ベネチアの会長であったザンパリーニが七海の獲得を決めた。セリエ A 開幕戦のウディネーゼ戦では途中出場し、移籍後初アシストを決めた。1999年10月、コッパイタリア、ペスカーラ戦での決勝ゴールが移籍後初ゴールとなった。順調なセリエ A デビューを果たしたとその時は思っていた。しかし、七海の起用にあたって会長と監督の意見は合わなかった。余談ではあるが、その時のベネチアの監督が今のイタリア代表監督であるスパレッチだ。ザンパリーには何回か次のような発言をしていた。日本人の広志七海を使わないことが気に入らない。この発言を受けスパレッチが残した言葉は有名だ。彼は諦めなければいけない。スタメンを決めるのは監督なのだから。はっきり言いますね。そうだな。この言葉からわかるようにベネチアでの七海は出場機会がほとんどなかった。2000年1月、第18節のウディネーゼ戦でリーグ戦初ゴールにして唯一のゴールを決めた。24試合に出場したが、監督交代などの影響もあり、フル出場は少なく、ベンチ入りしても出場機会のない試合や、わずかな出場時間しか得られない試合もあった。結局ベネチアはリーグ戦16位に終わり、クラブはセリエ B に降格。契約上、クラブが降格すれば退団することが決まっていたため、翌年帰国し、磐田に復帰している。しかし、アジアカップ大会にトルシエは七海の元を訪れて代表復帰を要請したんだ。七海は所属のベネチアでレギュラーポジションを確保しておらず、ほぼ4ヶ月の間、実戦から遠ざかっていたにもかかわらずだ。なんでトルシエは七海を呼んだのでしょうか？トルシエ監督はこのように発言している。七海のポテンシャルが確認されたからであり、常時プレイしていなくとも、彼なら他の選手たちに優れたクオリティを示すことができると思ったからだ。私は、彼のそうした状況をよく知っていた。招集を決めた時、彼が自身の豊富な経験と優れた施設をチームにもたらしてくれることも分かっていた。代表を外していても、トルシエ監督は七海をチェックしていたのですね。そういうことになるな。選手選考に関して彼は哲学を持っているようだ。監督はこのように言っている。私は名前で選手を選ばない。過去の実績でも選ばない。その時の現実が常に選考の基準だ。また、重要なのは相手との力関係であり、その状況に応じて選手を選ぶ。今日もそうだが、人々が注目するのはスタメンに名を連ねた11人の選手たちだ。しかし監督は、選手登録された22人の中から選手を選べることを忘れてはならない。七海は稲本同様に、ボランチとしてプレイすることが可能だった。チームには複数のポジションでプレイ可能な選手が常に存在する。あれだけ酷評しておきながら七海を見守り続けていたんですね。私だったら呼ばれてももう、二度と行くかと思ってしまうが、ここはプロの世界だ。招集されればそれに応じる。七海もコメントしている。イタリア挑戦に失敗した自分を呼んでもらえて感謝している。2000年のアジアカップではコパアメリカとは異なり、トルシエが起用した七海のポジションはボランチだった。
この大会にエースである中田秀俊は、当時所属するローマの試合に専念するために参加を辞退していた。トップ下には、セレッソ大阪で西澤明憲と共に、2トップを務めていた森島博明を置いたんだ。七海は稲本同様に、ボランチとしてプレイしていた。このシステムが機能しアジアカップでは七海を中心にした攻撃が機能し圧倒的な強さで優勝した。トルシエには、ある持論があった。チームにスターはいらない。チームこそがスターである。2000年アジアカップは、まさにそれを実証した大会になった。コパアメリカで七海を酷評したトルシエ監督も称賛を惜しまなかった。そして七海はこのアジアカップレバノン大会で MVP となった。準々決勝のイラク代表での七海のボレーシュートは鮮やかだった。アジアカップのボレーシュートといえば2011年の決勝戦、リータダナリの決勝ボレーが有名だが、この七海のボレーも記憶に残っている人も多いと思う。華々しい成績を残した七海は今後も日本代表の主軸になるものだと思っていた。何かあったんですか？怪我だ。怪我ですか？2001年に右膝半月板を痛め代表から長期離脱してしまったんだ。これが原因で2002年日韓ワールドカップの日本代表からも外れた。本人は、怪我をして外れたのではなく、実力がなかったから外された。と自分を戒めたが、実際は怪我からの復調が芳しくなかったためだ。したがって、トルシエ監督時代で国際大会での活躍を見せたのはこの2000年レバノンアジアカップが最後だったんだ。七海選手って代表のイメージありましたが、活躍した期間は長くないんですね。きっかけはやはり怪我だ。怪我をするとパフォーマンスに影響し結果、選手生命が短くなる。できることならどの選手も怪我をしてほしくない。この2000年アジアカップは七海選手そしてトルシエ監督にとって特別なものになったのは言うまでもない。その二人が24年の時を超えてベトナム代表監督、日本代表コーチとして再会した。そんな経緯があったんですね。少し話が長くなってしまったな。ここでネットの反応も見てみよう。これは胸熱。自分の教え子が代表コーチって熱いよね。うお。めっちゃ仲悪かったよな。コパアメリカのパラグアイでのことは謝罪してもらえたのかな。いろいろな感情はあってもこういうのっていいですよね。代表の時は敬遠だったと思ったけど、七民の表情が微妙。アジアカップ史上最強チーム、立役者の2人がここで顔合わせていたのか、すごいな。この2人で優勝したのほぼ四半世紀前とか恐ろしすぎる。あの大会は七海の意地を見た大会でしたね。トルシエ舐めるなよとプレーで見返した。残念なのはその後怪我で代表からフェードアウトしてしまったこと。02年の時は中田も七海は間に合うのかと気にしていましたね。アジア杯だけ見たらこの大会の日本が過去最強なのは間違いない。当時のアジアレベル超えていた。アジアカップがトルシエジャパンのフル代表で一番バランスの取れたチームで強い期間だったかもしれませんね。本当に見ていて得点するのも時間の問題で負ける気がしなかった。その時あった確執の全てが解決したわけではないだろう。ぶつかり合っても頂点を目指して一緒に仕事をしたものだからこうして抱擁できるんだと思う。人に歴史あり。こうして日本サッカーの歴史もつながっていくんですね。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。またこのニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。